はい、本日はね、こちらノースフェイスのトランゴパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、視聴者の方からトランゴパーカーってレビューしてもらえてませんかということでね、あ、確かにじゃあレビューしてないからレビューしていこうということなんですが、今年発売してるかどうかちょっとはっきりと知りません。で、今年もしかしたら発売しないかどうかわからんけど、ここに出てるでしょ、発売しますよとかしませんよとしてたら下のリンクにありますし、してなかったらリンクも何もない、説明欄にリンクないんですけども、パッて見てください。そっくりなジャケットとして、こちらビレイヤパーカーっていう、これ6万円ぐらいするジャケットなんやけども、これとトランゴパーカー、こちらはね、後で値段はっきり言うんやけども、だいたい3万円ぐらいなんですよ。え、倍ぐらい値段ちゃうかったら、このトランゴパーカーめちゃくちゃおすすめで、めちゃくちゃコスパいいやんって思うかもしれないんですけども、そんなことはございません。僕は実際これ触ってみたりとか、こう見た中でね、あーなるほどなるほど、こういう人には向いてるけど、こういう人にはあんま向いてないなっていうのがありますので、まずはね、着用していきたいなと思います。ちょっと色味派手ですけどね、あまり気にしないでください。僕が買ったところがね、定価3万円ねんけども、なんか2万円台とかでもうセールにかかっとったんですよ。だからこれ去年のモデルなんかな、ちょっとわからんねんけども、そんな感じで、とりあえず S サイ、あ、L サイズを購入してみました。いかがでしょうか。まあサイズ感的には、まあ、L がちょうどかなと思います。そんな大きくもなくちっちゃくもなくっていうようなねサイズ感になってるんかなと思います。で、一旦上まで締めてみましょう。結構首元とかはあれですね、ホールドされてるというか、こう隙間がないので、しっかりこう温めてくれそうな感じのね、設計になってるんじゃないかなと思います。ではこのトランゴパーカー、どういった、一言で言うとどんな感じのジャケットなんかっていうとね、最低限の機能が装備されてる、まあ中綿ジャケットというふうに思っていただければいいかなと思います。これ厳密に言うとダウンではないんですよ。まあややこしい話しだしたらちょっと話が長なってくるんだけど、とにかくダウンではないんですね。だからダウンに似たような綿を使っている、だから中綿ジャケットっていうんですけども、その中でもまあ最低限の機能はありますよね。まあいろんな機能があるんやけど、その最低限の機能ってどんな機能があるんですかっていうと、まずはこう着用した時にこうストレッチが効くんですよ。多少はね、ビュって伸びるようになってるんで、こうダウンジャケットって隙間開けるとガボガボで寒くなるじゃないですか。だけど隙間をギュって詰めると、詰めたら詰めたで次動きづらいでしょ。だけどちゃんとこういう多少のストレッチ、そんなビヨビヨっていうほどじゃないけど、そういうちょっとストレッチのある性能があるっていうことであったりだとか、あと撥水ですよね。水を多少弾くっていうことで、よくこの撥水と防水を勘違いされる方多いんやけども、撥水やからあくまで水を弾くだけ。だからこの弾くコーティングがされてるので、まあ、いずれはねこのコーティングっていうのはなくなるんですけども、今の新しい段階ではこういう弾く機能がついてますよと。でもね、この撥水ってね、別に今どのジャケットでもほぼついてるんです、アウトドアやったらね。だから特別珍しいことではないけど、まあ最低限のラインやなっていうようなね、機能になってて、ほんで次はね、このポケットのところとかはやっぱ静電気が起こりにくいようなね生地を採用されてるんですよ。だから冬場って嫌ですよね、こうやってポケットとか手突っ込んでて、車乗ろうと思ったらバチーンってなったりとかね、あと奥さんに鍵とか渡した人がバチーンってなったりするじゃないですか。そういうのが起こらないようになってるっていうところも、まあ一応設計はされてるんやけども、まあアウトドアブランドやったら結構どこでもされてるということなんで、そんなに特別すごい珍しいことではないんですけども、まあそういった機能もあると。そして最後はね、収納があるんですよ。こういう袋にね、ダウンジャケットをこうくるくるくるっとこうやって収納してね、こうやって入れることができるようになってるので、まあ持ち運びとかもできますよっていうジャケットなんですが、逆に言うとそれぐらい、それ以外の機能はもうない。だからめちゃくちゃあったかいんですかって言われたら、はっきり言ってあったかくはないと思います。で、めちゃくちゃ高機能なんですかって言われたら、めちゃくちゃ高機能ではありません。でね、いやいやちょっと待てよと、V モーション使ってるやん、この V モーションって言ってね、すごい名前がかっこいいからね、なんかハイテクなやつなんかなと思ったりするんやけども、まあ要はこの人工の中に綿が入ってるんですけど、まあそれがノースフェイスが独自で編み出しました。その名前なんてしようかな、よしかっこいいから V モーションにしようということで、この V モーションっていうのが中に入ってるんやけど、それだけのこと。だから V モーションっていうのがすごいなんかこう巷で流行ってるとかっていうわけじゃなくて、ノースフェイスがこの中綿を開発したっていうことで V モーション。例えばこれアークテリクスやったらね、中の綿をねコアロフトっていう名前つけてるんですよ。まあそれぞれブランドによって中綿の名前が違うんだぐらいな感じだけど、それに V モーションっていう名前はね、仮面ライダーみたいな名前してるからかっこいいなと思ったりするんやけども、まあそういう中綿が使われてると。ね、中綿ってどういうことがいいの？普通こういう風に、まあノースフェイスとかやったらこういうダウンジャケット、ダウンってじゃあ何なんかっていうと、天然の水鳥ですよね。水鳥のお腹の毛を使われてるっていうところで、天然やから希少価値がある。やけどそういうのって人工やと保温力はちょっと下がんねんけども、水に強いとか洗濯しやすい、手洗いできるとか、そういうところのいいところもあったりするので、まあ一長一短なんですけども、そういうところが使われてる、それが V モーションであるということでね、名前はね非常にかっこいいんですけども、そんなことが使われておりますので、暖かさで言うとやっぱりダウンの方が暖かいよね。高機能とかで言うとやっぱゴアテックス使おうよと。これ別にゴアテックスかなんか使われてるわけじゃないしね。っていうところで、お値段がじゃあ何本なんですか。定価でいきますよ。定価がなんと 29,700 円ということで、どうしても価格がちょっと
安いから、あ、めっちゃいいやん、安くて、え、ノースフェイスで3万円着るダウンジャケットあんのって思って、ダウンとか中綿ジャケットあんの、冬に着れるやんと思って手を出しがちなんやけども、これははっきり言って用途が分かりづらいんですよ。誰に向けて出してるんやろ。そもそも外で活動する人やったらやっぱ防水である必要もあるし、もっと綿入れる必要があるし、けど室内で使うにしてはシルエットちょっと大きい、もうちょっとこうアークテリクスみたいにアトム AR みたいな感じでシュッとこうね、まあ一回着てみるんですけど、こんな感じで着膨れせずにねシュッと着れた方がいいんやけども、ちょっとこれは着膨れしやすいんちゃうかなっていうことで、少し用途がね曖昧な部分があるんちゃうかなっていうのがまあ個人的な見解なんですけど、まあだからデメリットとしてはね、メインのアウターではないかなということなんですよ。もう一軍でねおしゃれするときわしこれ決まんねんっていうようなね、ダウンジャケットにするっていうようなダウンジャケットじゃなくて、もうそれやったらこれより値段安いやつでええのありますから。それが何かっていうとね、これユニクロのダウンの方がよりそら暖かいし、もう少し防水というか、まあ、水に強いようにも作られてるから、これ1万5000円とかであるから、安いのを求めはる方やったら絶対こっちの方がいいんですよ。まあ、とにかくロゴさえあれば何でもいいねんっていう方はこのチャンネルは向いてません。このチャンネルはそういうことはあんまり伝えておりませんので、どっちかというとその人に特化した用途に合うもので機能性とかっていう話をしますので、もうロゴさえあれば僕は何でもいいんですっていう方はね、申し訳ございませんが、ちょっと違うチャンネルへ移行していただいた方がいいかなと思うんですけども、この中綿ジャケットっていうのはメインのダウンとしてやったらユニクロの方が上やし、インナーダウンとして使うんやったら他のブランドでヨウさんシルエットのやつ出てるから、ちょっとターゲットが曖昧やなっていうようなね、中綿ジャケットになってるんかなっていうのがちょっとデメリットなんですが、とは言いながらもそれ逆を返せばね、僕アウターとして使うっていう感覚はもう今全くないんですよ。全くないけども、インナーダウンとして使うっていうのでは一つありかなと思うんですよ。おいおいおい、言うてることちゃうやないか、さっきインナーダウンはスタイリッシュで行くっていう話してたやん、それも全然話変わってくれないって思うじゃないですか。やけどね、インナーダウンってどこもかしこも細いんですよ。だからそれって面白みないじゃないですか。やけどこういう少しインナーダウンで使うってなった時でも、こうまあゆったりしてるっていうので、アウターっぽくも着れるし、シルエットとしてはね。やけどそんな保温力とかはないから、ちょっと倉庫内とかね、室内とかで着るってなったりしたら、綿の厚さもちょうどいいんですよ。だからインナーダウンで他と差別化、他のブランドとかやったらこうすっきりしてね、いかにもインナーダウンみたいな細いダウンとか、ユニクロとかもね、スタイリッシュな綺麗なやついっぱいあるんやけど、いやじゃなくて、あえてインナーダウンをゆったり着るという新しい感じはいかがですかってなってきたら、確かにそれいいねと。だからアウターとしての提案はもう全くございません。私の方ではアウターの提案っていうのは全くしておりませんので、アウターだったら同じ価格、いやむしろ5000円ちょっと多く出すだけでこのヌプシが買えますので、こちらへ移行してください。でもしくはその値段5000円きついっていうんやったら、もうユニクロへ下に下げてください。それであれば保温力は確かです。これよりも保温力は上だと思います。ただ私どもでですね、非常にゴールドウィンとして頑張っておりますので、できる限りであれば、使っていただきたい。そうなるんであればやっぱインナーダウンとして使っていただくのが非常にいいんじゃないかということが僕からのご提案ということになっております。なので、まあ、総合的に言うと機能的にはちょっと中途半端なとこやなって思ったりするんだけど、これはもう着る側でカバーしていくんだと、着る僕でカバーしていくんだっていう人はねいいと思うので、やっぱ2着目3着目4着目っていういっぱい持ってはる方が、まあ、持つべきダウンだけど、だから一番最初に僕持ちたいんですっていう方はこれでは絶対ありません。それはね、これおそらく1着目で考えてはる方、要はメインジャケット1軍として考えてる方っておそらく値段でいってると思うんですよ。値段でいくなら冬のものっていうのは値段によって性能はっきりもう差が出てきますので、これ同等のスペックやったらもうユニクロの方が上ちゃうかなと思うのでね、まあ、ユニクロ行った方がいいかなと思うんですけど、まあ何着もあるんやったらね、インナーダウンのちょっとゆったり目としてどうですかなんていうことで、ご提案をさせていただきました。野添さん、ちゃんと僕提案もしますよ。デメリットばっかりじゃない、提案もするんだということで、すごい YouTuber 出てきたじゃないかということでね、また見つけてくださいなんて言ってるんですけど、まあ、そんなところでね、今回ノーセイトのトランゴパーカーということになっております。だから僕個人的にははっきり言ってこのチャンネルにはあんま向いてないなと思うんやけども、まあ、何着もあるうちの1着やったら、まあ、ありなんかなということで、今回はそんな紹介になっておりました。まあ、中の綿の量最後に見てもらいましょうか。これがね今回のトランゴパーカーのやつなんやけども、まあ、ヌプシとかと比べたら全然綿の量がちゃいますよね、まあ、ペタってるっていう感じのと、まあ、ちゃんとふわふわ入ってるよって、これヌプシの方もう3年使ってますからね、毎日使っててもうまだこんだけふわふわやけど、トランゴパーカー元々がやっぱ綿が少ないっていうところもあるので、まあ、それを踏まえてね、どういう時に着るかっていうところも大事かなということで、本日はですねノースフェイスのトランゴパーカーを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。